鶏もも？ゾンビから？うわ、絶対食いたくねえわ。はぁ、あ、走るとかできたっけこれ。おお、違う。できないよね。は？あ、いけた。あ、なるほど、いけたわ。スーパー店長おらんよね。なんかあいつ固まってない？何そんなとこにいるの。さっさと動いてくれないかな。うわ、スーパー店、スーパー店長おるって。あ、でもちょっとだけ、ちょっとだけ慣れた。ちょっとだけ慣れた。けん、とりあえず、うわ、超暴れとるやん、この辺で。そこのゾンビ、君邪魔なんだよ。よし、これで、はっ。よし。そして、どの辺？この辺、身代わり人形って。よし。てか、身代わり人形ってこういう形なの？なんか、スティッチが持っとるやつ、ああいう感じなことない。よか、コーラ、これや。よっしゃー。で、あとなんか、サポートライフとやら。本よね、本。いや、こっち行けねえ。ってことは、こっちじゃない、ん？こっちじゃないってこと？どこだ？こっちゾンビ来る。あ、来ないわ。こっちの方なんもないね。あれってことは、行く場所、行ける場所がまだあるってことか、他に。あの、飛び台がないんだけど。待って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 。スーパー店長。はっ。よし、とりあえず、戻ってきた、こっちに。あっち側？ちょっと待って、いろいろと見ていこう。虹色ジェリービーンズ。違う。あっち側に渡っていけない。あっち側はもう用ないんかな？これは？キャラメルピーナッツ。んで？あとは、こっち側は？これは？デリシャスティックやろ？この辺食べ物なんよね。どこにあるんやろ？なんか他に行けそうな場所。あれは多分この辺かな？この辺ジュースじゃない？多分。こっち側かな？これ？これかな？もしかして。お、サポートライフ7月号。あったあった。で、あとは。やべえ、見つかった。まずいです。ここは一体入り口まで逃げれないんだよ。あ、逃げてきた。その様子だとどうやらスーパー店長に会っちまったみたいだな。あ、自動的に戻されるんや。あいつはやばい。今度は絶対に見つかるなよ。今度は絶対に見つかるなよ、じゃねえわ。よし。じゃ、とりあえず。とりあえず場所は分かった。そして身代わり人形。はい、集まった。集まったよ、集まったよ。あとは戻るだけだよ。はっ。あそこにおる。こっち側に来た頃に、向こう行った方がいいね。どっち？上から来る？下から来る？あ、下から来そうな感じ。で、上から来るパターンとかじゃないよね。あ、オッケーオッケーオッケー。よし。はい。これで、はい、今のうちに、よっ、ほ。はい。おっしゃ、これで帰れる。あ、ぶつかってしまった。ぶつかってしま、うわ、気持ち悪っ。これやっつけれるの？あの、スーパーゾンビタイムの時は無理でしたけど。やっつけれるの？とりあえず、やっつけようと試みては見るけど。あ、消えた。あ、普通にやっつけれるんや。ペラペラメラメラ。
スーパーゾンビタイム以外のゾンビはそんなに強くないってことかな。え、やっつけて、あ、よかったよかった。よし、いけみんな。あ、よっしゃ、よかったよかった。いやー、死ぬかと思ったよ。勝利勝利。あー、ぶつかった時ちょっと心臓がキュッてなったでもよかった、鳥もももゲットした。鳥もも？ゾンビから？うわ、絶対食いたくねえわ。てか鳥じゃないし。ハイピーラビット、頼まれていた商品をピーラビットに手渡した。はい、もう本当にこれで最後だからね。もうわがままはいいよ。おー、ベリベリサンクス。おかげで俺も大満足だぜ。ほらよ、約束してたバックヤードの鍵だぜ。バックヤードの鍵を手に入れた。お、ピーラビットのマークが。やりましたね、ケイタくん。このままバックヤードへ向かいま。お？へへへ、ありがとうよ。おかげで俺も楽しませてもらったぜ。インチキン。何これ？え、妖怪？めっちゃなんか人の手みたいやけど。ウィスパー、こいつ何なの？ああ、あれですね。あの妖怪は、そう、インチキンです。妖怪不祥事案件。じゃんけんポンで後出し、みたいな、インチキしてても貸したがるやついるよね。を引き起こす妖怪デュイス。インチキする妖怪ってこと？それじゃあ、動けない自分の代わりに食べ物を取ってこいって言ったのは、全部嘘。インチキだったんやな。おいおい、ブラザー、そんなに怒るなよ。そんなに大声出してると。そっち。いや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 、出たー。ほーら、言わんこっちゃない。怖い、スーパー店長がお怒りだ。いえ、ずるくね。俺たちも逃げるぞ。早く逃げるにゃん。バックヤードへ向かわないと。ちょっと待って。あの、マジでさ、このカゴ邪魔なんだけど、あ、ジバニャンおるんかい。待って待って待って。うわ、捕まった。あー、捕まってしまいました。二度と来るな。来たくないよ。やべえよ、あいつ。めちゃくちゃ怒ってる。あ、でも戦いにならんのや。でもよ、せっかく鍵を手に入れたんだし、バックヤードの奥には行かないとな。ケータ、もう一回中に入ってみようぜ。当然。よし。やっぱり、この中に入っちゃうんですね。気をつけろ。あのスーパー店長ってやつが、まだ店の中をうろうろしてるはずだ。中に入ったらそのままバックヤードまで一気に走り抜けるぞ。あの、できればカゴがない方が助かるんですが。あのヤバギのスーパー店長はもういなくなったでしょうか。お、うお、来た。いらっしゃいませー。きゃー、やっぱりいた。逃げるデビスー。このカゴ超邪魔だ。超邪魔だけど、これがなかったら多分飛び越えれんねよね、あれ。単体でひょいっとは、あー、やばい。ちょっとでも詰まったらなんかちょっといかん気がする。うおー。それ、その足うざい。スイーって感じ。まっすぐ行ってくれ。よし、オッケー。やばいやばいやばい。え、てかあの場所さ、スーパー店長は一体どういう風に移動してきよん。ちょっと見る余裕ないけどさ、飛び越えてきよるわけじゃないやろ、多分。あ、行け。おっしゃー。そこから飛び降りたから一体何なんだ。なに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 。いや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 、現実逃避ですか？やばいやばい。え、なに、これは捕まらないの？どこへ飛び立ったの、みんな。その場所普通に捕まるよね。うわー、来た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 。あ、一応その先には行っとったんや。ちっ、なぜそこは通れないの？今まで散々ガシガシ来てたじゃないの。ねえ、今まで散々自分がさ、崩した場所、崩した場所、めっちゃ通りまくりよったのに、都合よくそこは通れんとかいうことがあるん。やりましたね。いやー、それにしても、スリル満点の大ジャンプでしたね。楽しそうだな。
あんなのエミちゃんと一緒に自転車で爆走して以来だにゃん。どうやらあのスーパー店長は諦めていなくなったようですね。てかあんなあっさり諦めてくれるんやね。じゃあ普通に入れてくれていいじゃん。今がチャンスです。このままバックヤードまで一気に向かっちゃいましょう。そのカゴはもうないね。よし、はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。